なんだあれ、オーストラリアフォーメーションだ。はい、皆さんはポケットですの鬼石丸晴天のデニスコート、はい、お願いします。そしてはい、チャンネルのゆうまでございます。お願いします。公式テニスコラボ第2弾ということですね。公式テニスと軟式テニスで楽しく混合デブル、あ、ごめんね、デブ公式テニスと軟式テニスで楽しく真剣に混合ダブルスをやろう。でやっぱりこう、まあ、いいなと思ったのが部活の垣根を越えられるっていうのが YouTuber のいいところだと思うんですよ。素晴らしい。まあ、前回ねダブルス編で公式テニス対軟式テニスだったと思うんですけど、今回は逆に混合ダブルスで軟式テニスのプレイヤーと公式テニスのプレイヤーのあのユーマさんと僕とユーマさんが組んで異文化のこうペアを作り上げようという。異文化ペア、異文化ペアです。ではやってみよう。 GO!やりましょう。オーストラリアフォーメーションだ。オーストラリアフォーメーションだ。なんかやった。おお、相手は同じ陣形からこっちだけこっち行ったりとか混乱しますね、これは。そうですね。ガッツ切れたみたいです。いや、楽しみです。めっちゃやりたいです。僕なんすか、おお、ナイスショット。おお、ボレーがだいぶ違います。いや、あ、こっちで打つんですよ、バックボレー、軟式は。だいぶ違いますね。せーの。せーの。なるほど。こんだけ違うんですよね。全然違え。あれは男子の中ロブってやつなんですよね。うわ、おお、楽しい、好きになってきた。いや、でも全然うまいっすよ。じゃあ最後、ミドル抜けやっちゃいましょうか。了解です、なんですけどミドルのキックなんですか。うまい行為になってくるといたとこに打ってくるってい う, こう前衛の動くのを想定して、テニスで2人で1本ってやつですね、これはね、有名なよっしゃ、よっしゃ、おっとりー、おっとりー、じゃあ混合ダブルスでしたけど、いやー、まあ、ガット3本も金だよ、まあ、すいません、はい、この人と一緒に組んでテニスありました。いや、楽しかったっすね。ほんとそうですか。もうですね、ぜひ両方公式軟式楽しんでもらえればありがたいですね。はい、そうですね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
では今日はここまで、バイバイ。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここ、おすすめ動画はここ、次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽい。はい、チャンネル登録者3万7000人突破、ありがとうございます。まだまだ頑張るよ。せーの、はい、石丸一言、バモス。はい、ありがとう。はい。